都営バス、高等営業所、東京都交通局高等自動車営業所、高等自動車営業所、都営バス高等自動車営業所とは、東京都墨田区高等橋4丁目に所在し、都営バス路線の内高等区、墨田区、中央区などを運行する路線を担当している営所で、ある。最寄り駅は、近市町駅、最寄りバス停留所は、高等車庫前である。営業所記号は、 L ナンバーは、足立である。かつては、今一章管轄下に置いていたが、1971年3月に、初代江戸川営業所、現、臨海支所の管轄に変更された。所管路線のうちトレ令4系統のみ営業所からやや、離れた、都心部を運行し、主力路線のトレ令7、東22系統は1972年11月に、 廃止され都電金絞り電車営業所管轄路線の代替バスとして開設されたものである。営業所の上層階は、墨田区立金畿保育園と都営高等橋4丁目アパートが置かれ、この都営アパートの半地下部分をバス車庫に割り当てる構造である。また、車庫の半地下部分には車両移動用のトラバーサーやターンテーブルも存在していたが、現在は跡が残るのみとなっている。 本路線の母体は初代、東16系統、東京駅南口勝時5丁目、深川担当だが、朝夕のみの運行だった。そのため、直接的な路線としては、銀86系統、渋谷駅と読み水産不当、渋谷担当と、初代、東16系統1982年、昭和57年の交通局第三次、再建計画による、 路線再編成で統合した銀16系統が本系統の前身である。道路線は1988年3月21日に、都令3系統、銀71系統から解消。当時は杉並担当とともに都市新バス化され、都令4系統、グリーンアローズとなった。グリーンアローズの各系統は路線の重複区間が多いため、故乗車を防止する目的で、 方向膜にそれぞれ別の色を施しており、本路線の方向膜は新緑色、都市新バスで青色以外の方向膜は本路線が初めてとなった。運行区間としては初代東16系統を、運行回数は銀86系統を受け継いでいる。銀86系統は都電9系統の代替として開設された路線で、末期には 豊見水産不頭から虎ノ門までの区間便が増えていた。2000年12月の大江戸線全線開業時には本数が若干減少するも、その後は勝時駅周辺の再開発が進展し、オフィスへの通勤需要、高層マンションの居住人口の増加により、銀座、有楽町、東京駅へ直結する利点が認識されたことから、2007年に再度増便されている。 この間、2003年4月に、高等営業所から深川営業所へ移管されたが、2009年4月1日には、再び、高等営業所の担当に戻ると同時に、朝の東京駅方面と夕方の、豊見水産不当方面に設定されていた勝時5丁目経由便が廃止となった。その後、豊見水産不当、豊見町勝時5丁目勝時駅の区間には、 エドバスの南巡環線が運行されている。高等営業所への再移管後は、基本的に全便がハイブリッド車で運行されるようになったが、稀に非ハイブリッド車で運行されるケースもある。2018年4月1日にトレイヨンの急行便として直行令に系統が開設された。直行系統に限り、東京駅の発着が八重添口となっている。 八重洲口バスターミナル内には、乗り入れず、外堀通り上のバス停での降車となる。金視町駅を起点として、京葉道路を走行、亀井戸駅通りから明治通りに入り、飛走橋から永代通りを経由して、門前中町に至る高等営業所の主力路線の一つである。都電第7次撤去により廃止された38系統、金視堀車庫前引く門前。 中町日本橋の代替バス金14系統として1972年11月に運行を開始した。永代通り上の東洋町駅門前中町間は東西線と並行している。沿線には深川不動堂、不動村前や富岡八幡宮など江戸時代から多くの参景客を集める寺社がある。富岡八幡宮においては夏に3年に一度例大祭が行われ、 実施時は、永代通りで、交通規制されるため、運転区間を錦糸町駅、木場駅に変更の上運行される。二式14系統の開設までは、都電38系統が当地域における重要な交通手段であったが、東京都の都電撤去の方針に伴い、まず1971年、昭和46年の第6次撤去で、日本橋門前中町間を短縮し、 翌年には代替バスとして、二式14系統が設定された。当初は、火災営業所担当で、後に、境川総車場までの区間便や火災車庫への、出入り便が設定される。火災営業所はこの路線を主に受け持つために、開設された車庫であり、2004年に江戸川営業所へと、解消されるまでは、江東区内が主な営業範囲だった。 1992年3月31日には、2式14系統が、都市新バス科の上とレイナの系統、グリーンスターに生まれ変わった。白鳥座と天の川をイメージしたヘッドマークが取り付けられ、方向幕を青に変更、車両のグレードアップやバスロケを導入するなどして、バスを利用しやすい体制が整えられた。その後も、リフト付きバス、1995年。 ノンステップバス、1998年が早い時期から導入された。運行開始以来、高等営業所が禁止懲役資金にありながら、全便が、葛西営業所の担当で、錦式14系統からと07系統への変更時にも移管されなかったが、2003年4月の改正時に、葛西営業所と高等営業所の管となる。これと同時に、境川奏車場が閉鎖され、 火災車庫業も最終便のみの運行となった。その後、2004年3月に、高等営業所の単独管轄となり、金市町駅や門前中町からの火災車庫、発着便も全廃さた。その際、金市町駅からの火災車庫行き最終便は、明治通り周辺や東砂、火災橋方面への帰宅の足として、重要な役割を担っていたことから、臨海支所が受け持つ。 両28系統による、第6火災小学校江戸川営業所の資金、業として運行されるようになった。この便は、火災車庫行最終便の名残で、金市町駅前では、トレーナ7系統と同じ乗り場から発車する。平日運行の2式18系統と土曜、休日運行の急行令五系統が存在し、両系統は、金市町駅から、京葉道路、明治通りを、 とと系統と同じルートで飛走橋までまその先は直進して新木場駅へ向かい、急行令語系統はさらにお台場方面を日本科学未来館へ向かう。急行令語系統の愛称は、高東区上等ジャトル。両系統とも当初は、深川営業所の管轄だったが、2005年4月に、高東営業所へ移管されている。新木場駅停留所は、 金糸町方面が明治通りへ、お台場方面は、ロータリー内となっている。また、二式18系統の金糸町方面は、新木場駅ロータリー内を発車すると、次は明治通りへの新木場駅停留所に停車する。金糸町駅と新木場駅を結ぶバス路線は、ホリデー路線として1990年3月に設定された夢レイ系統。 金市町駅夢の島から新木場駅に橋を発する。夢レイチ系統は、休日のデータイムのみの運行であった。さらに、運転区間に、夢の島などはあるものの、利用客はそれほど根付かなかった。2000年12月12日の都営地下鉄、大江戸線開業に伴う路線バスの再編時に、新たなバスサービス、ラピッドバスの一つとして、夢レイチ系統を延伸した上で、 急行令後系統、錦市町駅から新木場駅、東京テレポート駅とし、土曜日の運行も開始された。この結果、鉄道では乗り換えが不便であるお台場まで直行できる利便性により、利用者は大きく増加した。2002年12月には平日のみ運行で、江東区を南北に結ぶ新木場駅発着の2式18、系統が設定される。 休校令語系統とは、対照的にこちらは平日運行であることから、特に通勤通学路線の役割が高くなっている。設定当初は朝夕のみであったが、2004年4月以降は日中にも、時、一本程度ではあるが運行されるようになり、以後の朝夕を中心に増便されている。休校令語系統としての延長は、成功を収め、総武線や、 都営新宿線などの駅から乗り換えなしで手軽に、お台場まで行ける利便性で好評を博してきた。一方で、パレットタウンや東京テレポート駅の周辺なお、台場地区では、道路渋滞により定時運行が困難になっていた。こうしたことから、2005年4月には、高等営業所に移管されると同時に、テレコムセンター駅へ延長され、大江戸温泉物語や日本科学未来館などへの、 アクセス強化が図られた一方で、東京テレポート駅には寄らなくなる。この時、二式18系統も合わせて、高等営業所に移管されている。その後、旧高齢後系統は2007年3月に終点を、日本科学未来館の構内に変更した。二式18系統の一部便は、非二十系統の間合いとして運転され、高等営業所から出庫した二式18系統。 新木場駅行きに入った後に東洋総車所へ改装され、さらに東洋町駅から非二重系統東大島駅行きとして営業店に入る便もある。東洋町駅から高等高齢者医療センターを経由して東大島駅に至る路線である。当初は東洋町駅から高等高齢者医療センターへのアクセス路線として開業した。それまでは東洋町駅から 高等高齢者医療センターを循環して、東洋町駅に戻る路線だったが、2009年4月1日、東大島駅まで路線を延長した。この路線は、亀戸駅から比較的新しく開通した、丸八通りを南下し、東砂地区を経由した後、西へ進路を変え、東洋町駅に至る。袖ヶ浦から先においては境外道路を走行しており、 この通りで祭事が行われる際などには、迂回を行う。この路線は、管轄が、深川営業所と高等営業所の間で何度か、変わっており、現在は、高等営業所が担当である。過去には、大島駅で、都営バスと、都営地下鉄との普通運賃において、乗り継ぎ割引実証試験が1年間施行された。しかしその後は継続されず、現在では、 他の系統も含め普通乗車券における乗り継ぎ割引は実施されていない。近視町駅を起点として四爪目通りを走り、東洋町駅からは永代通りを経由して、東京駅に至る高等営業所の主力路線の一つ。都電第七次撤去により廃止された二十八系統。近視町駅都庁前線の代替が当初の目的だったが、都電時代末期から、 JR 総武線と東京メトロ東西線を結ぶ鉄道短絡輸送の意味合いが非常に強くなり、バス化後は半蔵門線、都営地下鉄新宿線も開業して強化された。近視町駅と東洋町駅の間は日中でも5、6分ごとの間隔で運行されているものの、東洋町駅以西は東西線が存在するため1時間に2から4本程度が運行されるのみ。 正月三が日,日期間においては、臨時ダイヤが組まれ、錦糸町駅門前中町の運行が増発される。また、三年に一度開催される、富岡八幡宮霊大祭では、時間帯によって、門前中町付近での迂回運行や東京駅、茅場町、木場駅錦糸町駅に分けて運行される。亀戸駅から、押上都営両王国駅、森下駅、門前中町を経て、 豊見水産不頭に至る路線で、明治通り、浅草通り、清澄通りを走る。都電第7次撤去により廃止された23系統、福神橋月島の代替系統として1972年11月に設定された。当初は、晴海不頭発着便も設定されていたが、1978年11月に廃止、豊見水産不頭発着に一本化された。 2000年12月12日に都営大江戸線が開業すると、都営両国駅勝時駅間で完全並行することとなり、大幅な減便の上、両国駅と見水産不当間の折り返し系統が廃止となっている。また、1990年11月には、墨田区役所がリバーピア・アズマ橋に移転すると同時に、墨田区役所と見水産不当間の折り返し、 系統がが、設定さされれたが1992年7月に廃止されている。江戸川協定上の無料シャトルバス。1989年6月19日、金市町駅から東砂、大島駅周辺を循環して金市町駅へ戻る、経路で新設された。半年後に、亀戸駅、ターミナルへ立ち寄るルートに変更を行ったり、都営新宿線と重複していた大島駅や、 東大島駅を経由しない経路へ変更したが、他の深夜バスに比べて乗客数が伸び悩み、1996年1月4日に廃止された最終運行は1995年12月。廃止後、上東地区の深夜バスは長らく設定されておらず、2016年4月1日に開設される深夜12系統を待つこととなる。ちなみに、同経路、 亀戸駅通り経由で東砂団地まで行く二式28系統が設定されていた。これは深夜08系統が経路変更されても一貫して近市町駅、亀戸駅、東砂団地で設定され続ける。二式28系統は火災営業所1990年7月までは臨海営業所の管轄であるが、この便と深夜08系統は 高等営業所が担当していた。深夜08系統廃止後は2式28系統、本線に編入され、通常の2式28系統と同経路で東砂団地域最終バスに変更されるとともに、通常の2式28系統と同じく、笠西営業所の運行となった。なお金市町駅と亀戸駅から境川、東砂方面へは、と例7 草28系統の屑車工業、後行、あとの両28系統、第6火西小学校業が深夜時間帯の帰宅の足を担っている。1971年、昭和46年3月の都電第6次撤去で廃止された36系統の代替としてスタート。2005年、平成17年4月1日付では、と、バス委託路線が臨海支所へ遺憾となった。 ただし、臨海遺憾後も高等営業所で乗務員が、職休を取る便がある。東京都現代美術館の開館に合わせ、アクセス路線として2001年、平成13年7月20日付で新設。2005年、平成17年4月1日付では、と、バス委託路線か、臨海支所へ遺憾となった。東22を付けは、 日本 IBM 箱崎事業所の開設に伴い、1989年、平成元年4月10日に開通した路線で、同年12月15日には、土休日のみ、運行の東22平景島が設定された。当初は、菅も営業所を主管に、戦時、高等の3営業所体制での運行だったが、1993年3月の東22平景島廃止と同時に、 高等営業所が撤退、戦時営業所も1996年に撤退し、津賀も営業所の単独となった後、2000年12月に高等営業所に復帰した。その後、鳩と水す委託により2008年4月1日付で臨海に遺憾、同時に東20系統に編入され東20をつ系統となったが、東京メトロ東西線かや町駅と、 半蔵門潜水店宮前駅が徒歩圏であるとして2012年平成24年3月31日限りで廃止された。江東区から委託を受け、交通局が運行する路線で、土休日のみの運行。愛称は、江東区深川シャトル。2005年平成17年7月17日に新設され、2012年平成24年4月には、と、 バス委託の上臨海支所へ一貫された本来は、深川営業所の路線だが、2005年7月から一時共管となった時期がある。しかし2009年3月31日をもって、深川営業所の単独に戻された。2001年、平成13年8月に、旧火災営業所の所管で新設。2004年、 平成16年3月29日付で移管されてきたが、北が2014年平成26年4月1日をもって江戸川営業所に再移管された。もともとは京成バスと相互直通系統の100番台の128系統として小岩駅前新橋駅前間で運転されていた。乗用車の発達で都心部の渋滞が激しくなってきた。 ことと、国鉄総武線の輸送力増強で採算が悪化し、1970年、昭和45年に並走していた107系統が廃止。さらに1974年、昭和49年8月15日限りで、新橋駅前箱崎長官が廃止になり、系統番号も二式27系統に変更される。その後は、小岩駅前箱崎長官で形成との、 共同運行を継続し、二度の大規模な路線再編成も乗り切ってきたが、京成電鉄、奥の営業所管内の路線再編成に伴い、1996年、平成8年に京成が小松川警察署異性を廃止、都営も箱崎町と両国駅の間を廃止した。この時、京成は、系統番号を行74系統小松川線とし、共同運行が解消された。 開通以来、初代江戸川営業所臨海営業所が担当していた一時期を除きずっと、高等営業所が担当してきたが、2005年3月に、旧火災営業所の経譜を引き継いだ2代目の江戸川営業所が参入して共感取り、その後2009年4月に、全便が江戸川営業所の担当となった。なお、京成の小74系統は後に、分離市会社の京成タウンバスに行かん。 現在も運行されている。元、無機乗電車、トロリーバス101系統で、その前は、都電26系統、25系統の一部である、今井東荒川、西荒川亀戸駅前の区間に、無機乗電車独自の亀戸駅前上野公園の部分がつなげられてでき系統であった。上等電気から続く古い路線であった。無機電車の廃止に伴い、 今井向き上電車営業所は、高等営業所に吸収されて、高等営業所今井支所となった。その後、今井支所の上部組織が高等から、初代江戸川へと変更されてきたが、そのまま上26系統を担当した。1987年5月には、今井支所と初代江戸川営業所を統合の上臨海営業所、現、臨海支所が、発足、上26系統も、 臨会の担当となった。しかし乗用車が増え出すと距離が長いので、定時運行が難しい状態になったので、1990年、平成2年7月に亀井戸駅前で分割される。上26系統は、大塚営業所、現、菅も営業所と菅も営業所の共感で、上野公園亀井戸駅前の運行に改められた。大塚営業所では、 当路線の入出港を兼ねる意味も含め、当時担当していた茶六十系統を、お茶の水駅から上野公園に、奇襲店を変更し、池袋駅東口へ行く便も減らして主に、大塚駅前の発着とした。その後、1999年、平成11年3月に、菅も営業所担当分を、行動営業所に、2007年、平成19年3月には、 大塚営業所担当分を南千住営業所へと次々に移管されてきた。分割後も乗客は伸び悩んだため、2009年、平成21年4月には、鳩とばす委託路線化により、南千住、高等担当分ともに、青都市所へ移管となった。現在も乗務員が高等営業所で、食事休憩する便が存在する。亀戸駅今移管は亀26系統として、 引き続き臨海が担当し、現在はそれも鳩場水択である。1972年、昭和47年11月12日の都電第7次撤去で廃止された都電24系統、柳島須田町の代替として開通したが、上37系統、門33系統と路線が重複し、非効率と判断され、交通局、 第二次再建計画に伴う路線再編成により、1977年、昭和52年12月15日限りで廃止となった。上野広小路須田長官は大体で、上37系統を延長するも、これも1982年、昭和57年12月25日限りで廃止、上野松坂や八着に戻された。亀戸駅から柳島、押し上げを経て、 本庁あずま橋にかけては、門33系統を増強して対応している。旧江戸川営業所へ移管の上、2式25系統となる路線。その後、旧江戸川営業所は1987年、昭和62年5月に臨海営業所となり、本系統も臨海に引き継がれたが、2004年、平成16年4月に現江戸川営業所に移管されて、現在に至る。 1957年、昭和32年に、須崎営業所、現、深川営業所から移管されたが、1972年の火災営業所解説により、移管、系統番号整理で、秋26系統となる。後に、上野川は、秋葉原駅までに短縮されたが、火災橋川は、火災駅まで延長されて、現在の形となる。 東京駅へ向かう視線もありこちらは東26、系統となったが、1982年、昭和57年の第三次再建計画で廃止され、秋葉原系統だけが現存している。現在は臨海支所の担当である。1947年、昭和22年6月、京成電鉄との共同運行路線第1弾として、開設。 両国橋から国道14号、千葉街道をひたすら東へ向かう路線だった。国鉄総武線の輸送力増強で採算が悪化し、総武快速線の完成を2年後に控えた1970年、昭和45年8月15日限りで都営が撤退、廃止となった。形成は、市川駅と小松川警察署の間で高74、系統小松川線、初代として存続するが、 1979年、昭和54年頃に廃止。1971年、昭和46年3月18日の都電第6次撤去で廃止された都電16系統の代替バスで、現在の都例2系統の前身。運行開始からしばらくの間は、高等営業所も参入していたが、1972年、昭和47年11月の都電第7次撤去で、 他の代替路線、東22、門33系統などを引き受けるにあたり、高動営業所本所が手狭になることから撤退。同時に、系統番号を、塚20系統に変更の上、文京区役所近市庁駅間の区間便も廃止となった。後に、都市新バス化や大塚営業所大塚市所の廃止に伴う菅も営業所への移管を経て、現在も、 飛ばす有数の感染として継続中。指定車種、民生産業民生デーゼル工業、日産ディーゼル工業ドトラックス、指定メーカーが資温性合成、クラリオンレゾナント FC-7000。終戦直後の民生産業の時代から同指定としてきたが、2010年、平成22年2度、トラックスがバス製造事業撤退を発表したことと交通局の車両調達が、 入札制に移行したことにより、2008年度を最後に、事実上指定がない状態となっている。現在は、道を中心に、日野、三菱扶桑、伊須津の車両が配置されている。かつて在籍していた、都市新バス用の E 大楽楽、ステップバス、E422 から429号車は、トレイ4系統用として導入された車両で、トレイ4系統を、 深川営業所に移管し、トレーナ7系統を受け入れる際に、トレーナ7系統用となった。これらは1999年2月に一度納車されたが、側面が二段窓で、発注内容と異なることからメーカーに、返品、改めて製造の上同年5月から6月に納車されていた。このため、1998年度の予算で購入された。 E 会社でありながら1999年5月から全国で交付が開始された新しいナンバープレートでの入籍となおり、中でも LE422 号車は足立200課の登録1号である足立200課4となっていた。一部車両は高東区の観光案内を PR するラッピング車両として運行していた D216 号車1998年度車 E 台の E422.423427.429 号車以外、百458号車、2003年度車、L 台の L100 から102.105、108号車以外。なお、このラッピング車は2010年、平成22年7月をもって、全車両にて解除され、通常の姿に戻っている、L105 号車は、高東区では、ナス市、残米ラッピングで、 現在も運用。トレーナーの系統を新たに受け持つ際に、火災から、日野、ブルーリボン、新宿から、イスズキュービック、A402 号車が転入したが、いずれも置き換え予定の9年式車であったため、半年から1年程度で廃車された。その後、2007年度には、日野、ブルーリボン E、R595 から606号車が配置された。このうちの R595 号車は、 ブルーリボン E の市販第1号車である。その後、r 五百九十九点六零零六百五点六零六号車が、江戸川営業所へと、転出。二千十五年、平成二十七年四月には、同系の r 六百二十三点六二四号車が、江戸川営業所から転入した。二千九年二月より、日のブルーリボンシティハイブリッド、BJGF8JLFP が運行を開始すると、 高頭にも十台、S130 から139号車が投入、トレイ四系統の全便で運行することになり、深川から申請感もない同型車 S150 から153号車が転属してきた。2009年、平成21年10月より、イスズエルが T204 号車、PKGLV234 リットルにが配属され、再び、 イスズ社が配置されることにな。同じく2009年度には2010年、平成22年1月に日野ハイブリッド、T279 から281号車。2010年度は9月に、日野ハイブリッド、V297 号車。LJGF8JLGP、2011年、平成23年1月に、三菱不装、エアロスター。 V387 から392号車、2011年度は11月から2012年、平成24年2月にかけて、エアロスター、W432W441 号車が配置された。なお、V297 号車は2013年、平成25年4月に、深川営業所へと転出した。 2012年度には、X273、X274 号車が配置され、後述、3年ぶりのイスズ車となり、高頭では開設以来初めて、イスズ車の在籍が複数になったが、T204 号車は2013年、平成25年4月に、X273 と、X274 号車は2014年、 平成26年4月にそれぞれ深川営業へと転出した。その後、2014年度から2015年度にかけて、再三にわたりイスズエルが、Z518 から523号車、A647.648650 から658号車が配置され、高等では初めて、イスズ所の配置が10台以上となった。これにより A1 台のは2 7 2 重工車及び中型ロング車のド JP252 系が全廃となり、高頭の土車は西日本車体工業製に統一、同時に LED 化率が100%となった。L108 号車のミンクルステッカーは通常柄ではなく、シークレットステッカーとなっている、前面のみ、背面は通常柄。この車両は2014年、 平成26年4月に来た営業所へと転出した。さらに2011年の新車のうち12月分の車両はクリスマスにちなんだシールを貼り付け12月25日まで運用し、その後2012年平成24年1月に最後の一般塗装車の E425 号車が引退する際に用ステッカーを貼り付けて運用するなど2011年度の 車両地間では変わった動きがあった。さらに2012年度の新車では、X273、X274 号車2台、それぞれに背景色が異なる X273 号車は、昼、X274 号車は夜をイメージ、デビューシールを貼り付け、約2週間運用した。これは製帽をかぶった、ミンクルに東京スカイツリーの絵に、 高等ミンクルと描かれたデザインのシールであった。また、X274 号車については、期間限定シールを通常版シールよりも、わずかに小さく作り、その上に重ねて貼ることで黄色いはみ出しを作り、スカイツリー開業前日の金管日食をイメージ、させる工夫させた。2016年度は、新型エルガが導入され、これに伴い A 世代の日の、 ブルーリボンハイブリッドの一部が青トや臨海支所に転出している。2007年、平成19年、当時早稲田営業所に在籍していた L748 号車、現在は北営業所に配置されていると、当営業所の L100 号車で、背当て式の車椅子スペースを施行する改造が施行された。すぐ隣が、始発ターミナルの錦糸町駅前であるために、 トエバスの営業所で唯一、本拠車庫発着系統、運用が存在せず、入出庫はすべて金市町駅、または亀戸駅との間の階層となる、かつて錦式13系統を、部管轄していた時、高等営業所担当の深川車庫行きは存在した。高等営業所には、上26や錦式11系統などで運用される青戸や臨海支所の車両が、 乗務員の食事休憩で入庫してくる。かつては上26系統運用の大塚営業所の車両も入庫していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。